広島のとある相撲部屋に悩める力士がいました。どうしたら勝てるんだろう。強くなりたいと願うヒッピー山がたどり着いたのが、最先端の技術や知識が学べる場所だった。おお、なるほど、これは相撲に活かせるぞ。広島工業大学プレゼンツ、ヒッピー山のキャンパス場所。この番組は広島工業大学の提供でお送りします。ヒッピー山がいるのは広島工業大学。工学部、情報学部、環境学部、生命学部の4学部12学科の学びを通じて、地域社会に貢献できる技術者を育成する大学です。わあ、不思議な形してる、これ何これ。これは国際ワークショップでイギリスの学生と作った移動式の茶室なんです。教えてくれたのは建築デザイン学科杉田ゼミの学生たち。2018年からイギリスラフバラー大学との国際ワークショップを開催しています。実際どういう仕組みになってるの？こちらは茶室ですので、手前の小さい空間が待合室になっていまして、その奥にある空間が実際のお茶を飲むような場所になっています。折り紙のように全体を折りたたむことができて、人2人で運べるぐらいの重さと大きさになります。そうなんだ。実はこの移動式茶室、今年開催された G7 広島サミット県民会議歓迎レセプションのお茶会で使用されたんです。この他にもイギリスの学生との交流を通して様々なアイデアが生まれました。これは和傘をモチーフにしてて、外の景色も楽しめつつ、ちょっと日光も遮るようにドーム型にしてあります。こちらは外側の円と内側の円の2つの円を使ってまして、シンプルな空間っていうのが生まれまして、お客様はこういうふうに外から内側に入りまして、お茶を配膳する人は反対側の通路からこう入るっていうので考えています。国際ワークショップに参加してみてどうだった？模型の作り方も布を使ったり綿棒を使ったり糸を使って表現したり、めちゃめちゃ自由な表現の仕方だったので、もっと参考にするべきだなって。特に建築分野だとやっぱり個人でする作業というよりかは、もう一番多いのはチームワークですることだと思うので、そういうのは社会に出てからもどんどんグループワークっていうのをしていきたいと。国際ワークショップで新たな刺激がもらえるっていいよな。なんか相撲の国際ワークショップとかないかな。次回は学生自主企画プログラム。